소셜 디자인 마르즈 세븐티. 오하요. 오하요. 私たちは 今富山県 砺波市に 来ています。 今回は相模女子大大学院ヘルビエ社会企業研究パークの農区のです。本日はですね、ロイヤルホテル富山砺波さんにご協力を得まして、大学院の一部の事業を宣伝いたします地方創生セミナーを開催いたします。現在ですね、地域活性化の注目事例がノーカレストランです。この砺波市にはですね、ノーカレストラン大門さん会いまして、とても人気です。 地域の魅力発信に貢献するノーカレストランの方にお話を伺いに行きます。行きます。ノーカレストラン大門について教えてください。はい、わかりました。ノーカレストラン大門は古い古民家を利用して東出の家で伝統料理を出しております。なぜノーカレストランを始められたのですか？実は昔 二人の若者に会ったんです。その時にしっかりと伝承料理を残していかなければならないということを伝えていただいたので、じゃあ私も頑張ろうかなと思ってやりました。後でその人に会うからね。日本の食文化についての思いをお聞かせください。はい、私は先人たちがちゃんと考えてきたものはそのまんま次の世代に伝えていきたいと思っております。で、先人たちはちゃんと野菜で甘みを出すとかそういったことを全部知り得てたので、今改めて私たちが野菜をたくさん食べましょうというようなことを言わなくても全部先人たちはやっていたので、私たちはまだ先人たちのことを見習わなきゃならないのかなという気持ちがたくさんあります。 炒めると玉ねぎの甘みが出ます。ちゃんと先人たちはそれを知ってるから、お砂糖の代わりに貴重な砂糖の代わりに玉ねぎを入れて甘みを出してるんですよ。そうめんの出汁だから、そういったものはやはり後世へも伝えていかなきゃならないのかなと思って、あと場所によって白エビで出汁を取ったりとかそんなようになってるので、 だからその土地土地のいろんな味の付け方があると思ってるので、それをそのまんまみんなで伝承していければいいかなと思ってます。ノーカレストラン大門ではそういった本郷料理を出しております。私たちは若者へのメッセージをお願いします。はい、私はまず皆さんがこちらへ来て食べに来てもらって、 でまた料理も教えてあげて、最後にはここやってみたいなって言ってもらえれば一番嬉しいかなと思っているんで、来てくれる気ある？はい。<笑>嬉しいな。<笑>でも本当に若い人たちにはこういったものをどんどん伝承してってくだされば一番嬉しい。だからまずは伝承料理を作れて、 それでそれをアレンジするという方法もありなので、だから伝承料理やからああこれやから嫌とかじゃなくて伝えるということが一番大事かなと思ってます。だから私このことをやりながら、実は今は学校の方ちょっと行けないけども、学校行って伝承料理を伝えてます。でそうすることによって伝承料理っていうのは難しいと思ってた お母さん方が簡単に作れるのねっていうので、教えてあげたものはもううちで定番になりましたっていうのを聞いてるので、だからすごく嬉しいなと思ってるので、それは伝えていきたいなと思ってます。簡単なことを一つ一つ伝えていければいいかなと思ってます。でその横に手伝いしてくれる若者がいれば私はもっと嬉しいです。 はい、手を挙げてくれてください。ぜひぜひお願いします。はい、本当にお料理を教えていただけたりしていただけるんですか？いただける。大丈夫よ。まずはお料理食べてみてください。はい、ありがとうございます。はい、こちらの方が本郷料理になります。美味しそう。この赤いうちの全部すべて本物のタレになります。 100年以上。
一年中咲いてるチューリップが見られるのは世界でも貴重なんだよ。かわいい。見て、クリスマスツリーにチューリップが飾ってあるみたい。ほんとだ、きれい。きれい。ここで遊覧船に乗れるんだよ。ここから三ヶ村が一望できるよ。本当だ。私たちが今回気づいたことはこちらです。私たちの気づきに対するコメントや今後の考察をお願いします。富山県砺波市は三居村で有名な砺波平野の広がる地域です。北アルプスから海に抜けて広がる平野は山、森の恵みを受けた水や肥沃な土壌が広がります。そのため食の宝庫といえる地域です。富山県の食文化の特徴は美しさと言われています。そのため富山県の郷土料理からは食材の魅力のほか食材を保存するための様々な知恵など文化的背景が伺えます。健康ブームに乗って郷土料理が注目される一方で地域の食文化の伝承についての悩みを抱える地域が多いです。食からのファンを集め地域を盛り立てていくためにも郷土の文化を守っていく農家レストランの重要さを学びました。ありがとうございました。ありがとうございます。後世に思いをつなぐ食文化。富山の食文化の魅力を次世代にも伝えていきたいね。ね。私たちはこれからも社会に役立つ情報をお届けします。チャンネル登録、高評価、シェアのご協力をよろしくお願いします。バイバーイ。